早く、こっちこっち。ふう、間に合った。おお。浮いてる。どうなってるの？驚いた。すごいね。驚くに驚く。The particle に comes before the verb to say the reason for surprise. 嘘に驚く。噂に驚く。いたずらに驚く。真実に驚く。ニュースに驚く。驚く。You can also say びっくりする。びっくりする is more casual than 驚く。And it's often used when unexpected things happen.に驚く。にびっくりする。And when you want to surprise someone, you can say 驚かす。びっくりさせる。を驚かす。をびっくりさせる。If you want to say a name of a tool to surprise, you need to change the particle. で、驚かす。で、びっくりさせる。おにぎりがフィルをプレゼントで驚かす。フィルが、or フィルは、びっくり箱にびっくりした。驚く。驚いた。驚かない。驚かなかった。デイ。子供は手品に驚く。彼女の態度に驚いた。おじいちゃんは雷に驚かない。誰もニュースに驚かなかった。驚きます。驚きました。驚きません。驚きませんでした。Here are some more examples. みんな新しいアプリに驚きます。物価が高いから驚きました。そのいたずらにもう驚きません。
嘘のニュースに驚きませんでした。次、なんだろう。は？あれは僕もできるよ。え？僕の財布？燃えてる。ちょっと。ああ、びっくりした。ありがとう。またね。